OSW ちょっと上部に押しやられている感じですが、 STMV ケーブチックに T スピンダブルを2発打って、さあこれうまいですね、うまく削っていって、ね、どうだ、20ライン消した、61アタックいいですね。これでフェーズ3も入ってるので、はい、そしてここであとカズ選手がちょっと歩みのをキミスしてしまって、これはどうか次のゾーンまで耐えられるかというところですが、んーちょっとこれは耐えられそうにないか、厳しい、うん、そのままでばっか途切れてるジェネ、んこの形はどうなんだ、この形はもうゾーン使ってなんとか耐えるしかない、あっあーとここでエルミノが真ん中に置いてしまった。さあこうなってくると荒木はもう火力出し放題というような感じでゾーンを打っていくわけなんですが、さあこう T スピンダブルからテトリスを打ち込んでいく、あとは何ライン消せるかという勝負、時間もかけてない、ここはどうだ、21ライン消した、78アタックこれは凄まじいぞ、出ました、これが荒木選手ですね。そうですね、対する OSW もゾーンを打っていく、 T スピンダブルを交えながら、これは若干多分プロモ選手にお邪魔がいくのではないでしょうか。そうですね、あの後から OSW 選手の方が打ち出したんですが、先に打ち切っているというこのゾーンのスピードもかなり出てますね、 OSW 選手は。そうですね、さあこれで耐えていくことに成功して、そしてここで4ワイド4列連です、ルート間違えなければめちゃくちゃこれは掘れますよ。そうですね、かなり掘っていく、かなり掘っていく、さあこれは16コンボまでいった、たまらずウィショータゾーンを吐かされます。これ多分フェーズ3に入るタイミングでも有利を取りたいという意図が見られますね。そうですね、さあここは20ライン消していく、64アタック、非常にいい火力のアタックゾーンになっている。さあ今度はカズ選手どうか、20ライン消して66アタック、ここはカズ選手も見事なゾーンです。カズ見事3連覇でもバトル部門制覇です、おめでとうございます。おめでとうございます。いやー素晴らしいゲームでしたが、じゃあまず、応援していただいてありがとうございました。皆さん結構面白いんで買いましょう、僕はランクマッチで待ってます、はい、ということでカズさんも待ち受けているランクマッチぜひ、やりましょう、テトリスエフェクトコネクテッド皆さんやりましょうというところで、カズさん本当にありがとうございました、おめでとうございます、ありがとうございました。